当時の娘はエッフェル塔もそのあた周りの苦情をしゃばうようも知らずそのネット画像を見たら全く同じだと言っていますこれは前世の記憶でしょうか想像上の相手を作ってそこと会話をするっていうこと自体は有名なのは発達特性の中で自閉スペクトラムとしての特性を持ってらっしゃる方の場合にはちっちゃい時にはよくあるというふうに言われてはいますよね別にそうじゃなくてもちょっと周りにしんどいことがあったりとかすると外界の人と語り合うよりは内的な誰かと語り合う 最近少しだけ意見を述べるようにしたら、あなたは人格が変わってしまった前は逆らう人間じゃなかったのに、薬を今すぐ変えたらとうるさいです。自分の意見を述べるのはそんなにいけないことでしょうかもちろんいけないことではないと思うのですが、どうなんでしょうね。今ここで書いてらっしゃるようなムードでお話をされているのであれば、そんなにおかしいなこともいけないことでもないと思うんですけど、やっぱり一番ちょっとこう気をつけた 方がいいのは自分の状態っていうのはその自分が一番分かっているとは限らない部分もあるので。ひょっとしたら うつです。この1ヶ月間、くつろいでいる時に体も気持ちもなんとなく落ち着いています。12月24日から7日にかけては、親に疲れた顔してると指摘され、10日以降、昼寝や旅行になる日が増えてきています。うつによる波でしょうかどうなんでしょうか ?12 月24日から7日ぐらいにかけてが、まあまあ、割とこう、しんどい状態というかね、そういう状態だったのが、まあまあ、ゆるゆると、ゆるゆると回復基調にあると考えて、 い,いような気もしますけどね昼寝したり横になったりくつろいだりできてきてるんでしょう薬屋さんから <laughs> 借りたこれでお話しして恐縮ですけどね全く落ち着けない状態がステロトリンが少ない状態でこうちょっと打つ駒足になっていくとねとりあえずこうしゃーないからは寝とくかみたいな感じになれるそれが最初ですね寝とくのもちょっと退屈になってきてるからちょっと動いてみようかまあでも動いたらしんどいなみたいなね感じを。 動けるようにだいぶなってきたけど、まあ、でもやっぱりちょっとやってもええと思われへんなっていうとこからは最終的にはなんかやったらうまくできたわとかねやったらちょっと気持ちよかったわって思えるとね、まあ、回復したと。ロトニン、ン、ノルアナリドとという順番だというだに言われてますねちょっと落ち着いた状態になったりとかくついだりとかねよく寝れるようになってきたっていうのはセロトニンがちょっとずつ回復してきたっていう状態だという、まああのはい、さっきの話ですけどその虚構というか仮説にのっとって考えておかれてもいいんかなっていう気がします。

その前の芝生広場で金髪の母親と妹弟という幸せな夢を見たと昔から言っており今もリアルに心に焼き付けられているようで2度ぐらいなら転換の要素は心配ないでしょうかないと思いますけれど続くんですよね。何年もで2回だけってていいいうのはは基本的に心配しなく良と思いますよ要は転換 っていうためには、やっぱりその、相当を繰り返すっていうことが必要なので、極東洋転換とかで同じ夢を毎回見ます、みたいな感じの方って、騎士館みたいなね、デジャブみたいな夢を毎日の夢見たりとか、週1回は必ず見ますとかですね。まあ、そんな感じでことが多いので、今までに2回同じ夢見たっていうことだったら、僕だってありますんでね、同じ夢2回ぐらいは。なので、そこはあんまり2回ぐらいで気にする必要はないと思います。やっぱり5回、10回ね、繰り返し繰り返し、毎回同じような夢で同じような風景ばっかり見ます、みたいなに ネイバととかかにやるみたたいな感じとかったらちょっとそれはあの夢なのではなくてもうもはや寝ていく時だったらね転換もしくは入眠事件化を疑った方が良いかもしれないっていう話ですねだからといって必ずしも転換と断言できるわけではないので一応ちょっとそういうことを念頭に置いておくための一つのヒントだと思ってもらった方が良いかなというだけのお話かと思っておいてください今まで2回だったら全く心配らないと思いますありがとうございますネットで画像を見たら全く同じだと言っていますと昔行ったことあんの,当時の娘 娘はエッフェル塔もそのあたり周りの駆除ワは不要も知らずその後のネット画像を見たら全く同じだと言っていますただ塔の横の木の形は違うと言っています家族らしき人物も2回とも顔も同じで特に自分は弟を可愛がっていたと言います四角記憶いいですよねこれは前世の記憶でしょうかまた娘は6歳まで仏壇の私の祖母とよくおしゃべりをして仏壇の写真のおばあちゃんは聞いたことのない優しい声だ だよとこれは脳に原因があり統合失調症の素因からではないでしょうかまあなとも言えませんけれども前世というのを医学者としてはわざわざ第1番目の原因というところにあげる気にはならないですね 想像上の相手を作って、そこと会話をするっていうこと自体は、有名なのは、発達特性の中で自閉スペクトラムとしての特性を持ってらっしゃる方の場合には、ちっちゃい時にはよくあるというふうに言われてはいますよね。別にそうじゃなくても、ちょっと周りにしんどいことがあったりとかすると、外界の人と語り合うよりは、内的な誰かと語り合ってるっていうふうなことを選択するっていうこともあるかもしれません。視覚記憶、まあ、これ前世の記憶と考えるよりは、どこかで似たような風景を見て、 いてそれを後からこれは見たに違いないっていう風に再構成してるっていう可能性の方が僕は高いとは思います。それこそご本人さんにはそうだという風うに言わない方がいいとは思うんですけど、そういうことって人間の脳って結構簡単にやっちゃったりはするので、前世記憶とかいう風うに思うよりは自分自身の記憶の中からきちんと探りをして作ったものなのではないかという風うに考えていく方が合理的な考えではないかなと思いますね。統合失調症かどうかはちょっとよくわかりません。それはやっぱりあの経過の中でよく見ていく。 いなとただまあいろいろとしんどいね精神症状とかを持ってらっしゃるようであればそういうこと自体は統合失調症のリスクと考えられなくはないのでお若い方であればそういう、ね、あの統合失調症も含めた多くの可能性というのは一応ね頭に入れて考えておくというのは精神科医としては持っておくべき姿勢かなとは思います。ただまあ現時点ではちょっとまだ何とも言えないというのが正直なところかなという気がします。 気がしますねはいありがとうございます厚木雅彦の動画報告質問最近ずっと調子が悪いです1月4日から10日までは特にひどく1日中寝たきり老人状態で何もできなかった たのも辛いですそうですすそうよね早く再就職したいけどだんだん就活にとても疲れてきたし貯金も尽きかけているから命を投げ捨てたくなってきました。特に白性障害の症状がひどいです具体的には私が強く緊張したり強い不安感に襲われた時に何回も確認行為をして時間を浪費してしまいます。頭では大丈夫と一発で分かっているのですがスマホで文章を作って送信したり 他のの人がが書いいいいいた文章をを読読むのもも私が何何かか間違いを犯ししいいしてててな怖く回み返まいますどうしたら良いでしょうかはい、ありがとうございます。まず主治医に報告しましょうね。主治医に報告されましたかね。もともとあったのかもしれませんけれども、ちょっと先週か先々週ぐらいからで、ね、ご質問の中にこういったところがちょっと見え隠れするようになってきたかなと思っていて、頑張ってきてたんで、セロトニンがちょっと使いすぎになって、 きててのかなという気がしてます元のねその病名通院病名が何なのかによってもちょっとこの辺変わってくるので双極性障害があるとセロトニンを増やすような SSRI とかっていうのを使う単体で少なくとも使うというのには非常に慎重になった方がいいかなとは思うんですけれどももしそういう合併症がないのであれば双極性障害そのものの薬物療法と行動療法的なところができないかどうかということ 主治医と相談された方が良いかなと思います強迫性障害は僕動画作ってます手前味噌なんですけど多分多分ですよ一般の方に見ていただく動画ということで言えばおそらく多分日本で一番分かりやすい動画撮ってるはずなんで強迫性障害のメカニズムとか治療法の原則とかっていうのがだいいたまあ1時間ぐらいでパッケージになって出てる動画があるのでぜひそちらの方をご覧いただければと思いますね強迫性障害確かに時間を浪費してしまうのでやりたいことがこれによってできなくなっちゃうっていうことの結構大きな要因になって てしまったりするのでね。強迫性障害としての治療というのをした方がいいのかどうかをぜひ主治医に相談するようにしてみてください。禁忌がないのであれば、ssri の適用になり得る可能性があると思います。はい、ありがとうございます。厚木雅彦の動画、私はたくさん薬を服用しておりますが、半年前からエビリファイの筋中からレキサルティ2ミリを2錠服用に変更になりました。 そうしたら調子が良くなり、頭の中がだいぶ生理がつくようになりました。そのため、今までは家族に意見することはなかったのですが、最近少しだけ意見を述べるようにしたら、あなたは人格が変わってしまった前は、逆らう人間じゃなかったのに。薬を今すぐ変えたらとうるさいです。自分の意見を述べるのは、そんなにいけないことでしょうか。もちろんいけないことではないと思うのですが、どうなんでしょうね。今ここで書いてらっしゃるようなムードでお話を されれているのであればこんなにおかしいなこともいけないことでもないと思うんですけどやっぱり一番ちょっとこう気をつけた方がいいのは自分の状態っていうのはその自分が一番分かっているとは限らない部分もあるのでひょっとしたらその歴史サルティをお使いになることによって可能性としてすごく高いわけではないとは思うんですけれどもやっぱりそのちょっとこう抑制が効いていた部分というのが抑制が効かなくなって 自分ではそんなに言い過ぎてるつもりじゃないんだけど、意見を言う時にややとんがってたりとか、攻撃的な部分がちらほらと見え隠れしてたりとかっていうふうなことも可能性としては考えておく必要はあるかもしれません。もちろん、ご家族の方がすごく支配的な方だったりして、実さんが思い通りにならないので腹立ててそうやっておっしゃってるだけなのかもしれないんですけど、そういうふうに言われる部分もあるんですけど、 を止めないといけないぐらい私ってちょっと何かが攻撃的だったりとかまずい意見の仕方とかっていうのをしちゃってるんでしょうか先生どう思いますかっていうふうに聞いてみるっていうのはすごくいいことではないかなと思いますやっぱりこう連続性ってすごく大事なんでずーっ ちょっと、父さんの状態を見てらっしゃる主治医の先生でないと、今の父さんが違和感を感じるような何か変化があるのかどうかっていうのは判断するのは難しいと思うので、意見を述べることそのものはもちろん悪くはないと思うんですけど、何か問題があったというか、ちょっとこう振り返っておいた方がいい部分があるとすれば、その意見の述べ方とかトーンとかに心配になる部分がある可能性だけは一応思いを向けておいてもいいかなという気がしますね。はい、ありがとうございます。